はいどうもこんにちは、岩下スティーブンです。ちょっと待ってて、よいしょ、でっけえ荷物が届きました。箱はどでかいんだけど、これ中に何が入ってるかっていうと、これです。箱の割にこんな薄っぺらい円盤みたいなもの。これ箱のでかさいいよな。これかぶってスネークできるじゃんね。子供の頃だったら確実にこれで家を作ってた。あ、どでかい箱は置いといて、今回届いたこれ何かっていうと、よいしょ、これですね。この緑色のやつと、もう片方がブルーのやつ。これはちょっとここだと危ないな。絶対被害がすごいことになるから。よいしょ、おー、ほら見ろほら見ろ、こう絶対こうバイーンってなるの分かってんだから。もうてか思いのほかでかいな君。 OSOS、マジか、こんなでかかったか。これ動画編集でクロマキー合成っていうのをできるようにするためのグリーンバック。これの裏側青くなってるのがブルーバックなんだけど、動画の編集機能の中でこの緑色だけを消すっていうことができて、透明にした緑の部分に別の背景を載せることで、僕だけが残って後ろのこの風景を変えることができると。多分今変わってると思うんだけど、そういうことをするための機材。本来僕の後ろに存在しえない風景を映し出すってことで、まあ、ある意味異世界の扉なんですよね。実際映像業界の方でもこれのことをグリーンバックっていうより異世界の扉って呼んでるんだとか呼んでないんだとか。ちょっと一旦戻して、これ今後ろグリーンになってるけど、ブルーバックにすることで緑色の服を着てたりね、ガチャピンだとかピッコロさんだとか元から緑色の人もスケスケにならないようにできます。ただ今多分これ僕が着てる服の方もブルーだから、今ここも異世界になってると思う。ある意味僕自身も異世界の扉ってことで、ちょっと多分僕の胸も消えるから緑に戻そう。まあそんなわけでグリーンじゃない異世界の扉を買ったんですけど、異世界の扉を初めて買った人がまず最初につまずくのがこの扉の畳み方。今遠くの方でバインと広げて、広げるのはすごい簡単なんですけど、いろいろゲートを畳んで最初に入っていたこの袋と同じサイズにするっていうのがなかなか難しいんですけど、実はね、この僕の特技としてこの異世界の扉を畳むのがそこそこ早い。とある事情から僕これ買ったのは初めてなんですけど、畳むの早いんですよ。だからいろいろ扉のこと話してはきましたけども、今までのは前振り。今回の動画の趣旨は僕がただただこの扉を早く畳めるという話ですね。もうメインの話題にしたらちゃちゃっと終わっちゃって申し訳ないんですけど、こちら畳んでいきましょう。ちょっとここでは、どうなんだろうな、ちょっと狭いから場所を移す。物理的に以前僕がファイズに着替えたこの反響がすごい。この場所今これ横の状態だけど、縦にすると、おーおーおお、これでっけえな。僕身長がだいたい174センチぐらいなんですけど、普通に立ってて僕一人がすっぽり収まるでかさですね。これ使えばほってほーって分身とかもできそうだな。まあ、そんなことはいいとして畳みますよ。もうこのゲートをね、動画の最後にね、ちゃちゃっとこの扉を閉じて終わりにしましょう。これじゃね、異世界の扉閉じていきましょう。いきます、よいしょ、こっ、あっ、あっ、よし、はい、はい、いや本当にすぐ畳めちゃうんですよ。動画的な面白さで、あーすいません、やっぱり早く畳めませんでしたとか、そういうこともなく本当に素早く畳めるという動画でした。おそらくこの動画が2020年初めての謎動画となっていると思いますけど、ここまでご視聴ありがとうございました。それではまた。